本人はいまいちピンとこない台風の目、肥満症治療薬、いわゆる痩せ薬ですが、台頭する米製薬大手イライリリーの株価が上昇しています。先日もイライリリーの中鎖価値度が閉塞性睡眠時無呼吸にも効くと好材料が出てるようです。靴磨きが NVIDIA と言ってますが、そのうちイライリリーと言い出すんでしょうか。まあもうすでに靴磨きも言ってる人は言ってるわけです。大した情報収集能力だと、そういう何にでも飛びつく行動力みたいなのは無能な働き者、考えてより感心させられるわけです。日本の製薬企業では中外製薬はイライリリーに対し、肥満症向けに開発中の経口薬オルフォルグリプロンの権利を譲渡、田辺三菱製薬はチルゼカチド、で同社と販売提携など低迷する国内の製薬会社もなんやかんやで恩恵を受けているのかもしれません。今回はイライリリーの名前だけでも覚えていってねみたいな動画です。市場はスレッドシティに同時進行で物事が進行しています。木を見ても読みなかったら足元すくわれるわけです。全く関心も何もない分野ですが、肥満症治療薬が流行っており話題になっているのは確かです。小山田界隈で話題のエクソソームについても、イライリリーは AVOX 社と核酸医薬の共同開発で活用しており、バイオも当たるとでかいんだよなと、いろいろと妄想がはかどる銘柄でもあるわけです。イライリリーについてはもう言うことも何もないので、これで終わります。日本の医療バイオセクターの紹介までしようかと思ってましたが、疲れたのでやめときます。最後までご視聴ありがとうございました。投資は自己責任でどうぞ。ご清聴ありがとうございました。